浜松広報館とは、静岡県浜松市西区にある航空自衛隊の広報施設である。航空自衛隊浜松基地に隣接している。愛称は、エアーパーク。航空自衛隊を日本国民により多く理解してもらうことを目的として、1999年4月にオープンした。戦闘機、練習機、ヘリコプターや装備品等の展示をはじめ、 航空自衛隊のパイロットが使用しているフライトスーツ及びヘルメット等の体験試着、同様フライトシミュレーターや全天周シアター等を設置するなど見て触れて楽しむことのできる航空自衛隊発の博物関係式の施設である。当館は浜松基地内の南側に位置し、建物は展示資料館と展示格納庫でなされている。展示格納庫は基地南側誘導路に接しており、 エプロンも設けている。イベント等が開催される際には、航空自衛隊第一十課学校教材機の戦闘機、練習機や第一航空団所属機が、展示格納駒エプロンに展示される。海マイナス86海ブルーインパルス使用地、対空誘導弾ナイキ J 零式艦上戦闘機52型、公開説当初から無料であったが、2009年の、 行政刷新会議による事業仕分けにおいて有料化する旨の指摘を受け2010年11月1日より当面の間高校生を除く18歳以上の大人が500円、小、中、高校生が200円の有料制に変更されたが有料化に伴い入場者数が激減したなどの理由から同実験は2011年2月1日付をもって終了し入館料は 無料となった。ありがとうございます。